どうも、菊之進です。今日は職場にいる意地でも謝らない人の心理と対処法についてお話しします。明らかに自分に非があるのに、すみませんでしたの一言もない。それどころか、まるで被害者のような言いぶりをしたり、言い訳をしたり、一言のような態度を取る。彼らは一体何を考えているのでしょうか？また、どのように接すればいいでしょうか？あなたのイライラやモヤモヤが少しでも晴れるよう、解決策をお届けできればと思います。それではどうぞ。意地でも謝らない人の3つの心理。まず1つ目です。そもそも自分が悪いという自覚がない。世の中には思いやりや同情、良心のかけらのない人が一定数います。悪いことをしても罪悪感を覚えず、反省も後悔もしないという人たちが実際にいるんです。ドイツの精神科医クルト・シュナイダーは、そのような人たちのことをデミュートローゼと定義しました。日本語では情勢欠如者と呼ばれ、反社会性パーソナリティ障害の一種に位置づけられています。普通なら人を傷つければ良心が痛むのですが、このタイプの人は何とも思いません。他人の苦しみに対してとても鈍感で、自己愛が強く、無責任で問題行動が目立つというのが特徴です。何かトラブルが起きても内心では自分が悪いことをしたなんてこれっぽっちも思わないし、その態度を改善させようものなら逆ギレされて正常な話し合いもできなくなります。絶対に謝らない人の中にはこのように扱いが難しいタイプもいるんです。続いて2つ目です。プライドが非常に高い。プライドが高い人は自分自身を否定されることを極端に嫌がります。人に謝ることは否定された自分を受け入れることに等しく強い抵抗感があるんです。このタイプの人は先ほどのデミュートローゼとは違い、自分が悪いことをしたという自覚はありますが、なかなか謝れません。その背景には次のような気持ちが隠れています。人より劣っていると感じたくない。誰からも見下されたくない。謝ることはかっこ悪いこと。プライドが高い人にとって謝るのは負けを認めることです。自尊心を守るために環境や他人のせいにしてしまうこともあるでしょう。続いて3つ目です。極端に繊細で傷つきやすい。繊細で傷つきやすく打たれ弱いという人の中には、心の中では謝っても実際に口に出して謝罪することができないという人がいます。過ちを認めることで周りの自分に対する見方が変わってしまうのがとても耐え難く辛いと感じます。根本にあるのは、謝ることで自分が悪者になって嫌われるのではないかという恐怖です。周りから白い目で見られたり、存在を否定されたり、悪く扱われることを非常に恐れます。謝ることへの精神コストが普通の人なら3程度だと仮定して、彼らは10くらいの高さで感じています。ちょっとしたことで傷つきやすく、自分の価値を見失ってしまうため、謝らないというその場しのぎの自己防衛に走ってしまうんです。悪いことをしたら謝らなければならないと頭では分かっていても、現実を直視して受け止めるだけの精神的余裕がないんです。それでは次のテーマに移ります。意地でも謝らない人への対処法3選。1つ目です。可能な限り距離を取る。君子危うきに近寄らずです。相手が罪悪感そのものを抱かない人、デミュートローゼを疑う場合は、なるべく関わらないようにしましょう。他人の苦しみに対して鈍感で、自己愛が強く、無責任で、何を言っても改善されない人は残念ながらいます。無理に説得しようとしても言い分ばかりで話が一向に進まなかったり、ひどい場合は逆ギレされてますます関係が悪化することもあるでしょう。少し冷たい言い方ですが、罪悪感を感じない人を変えることは難しく、何をしようとあなたの精神が無駄に削られるだけなんです。この人は謝ることができない人だと割り切って接し、必要最低限以外は関わらないようにするのが得策です。続いて2つ目です。アイメッセージで伝える。自分に非があることは分かっているけれど、絶対に認めたくないプライドが高い人に対して、あなたは本当にひどい。あなたのやり方は間違っていると思う。こんな時はこうすべきでしょ。と注意したり、責めるような発言をするのは逆効果です。彼らは自分が否定されることを受け付けません。自尊心を守るために、ますます意固地になり反発するでしょう。そういう人には、アイメッセージで伝えます。アイメッセージとは、自分の気持ちを伝えるときに、私はを主語にして伝える方法を指します。主語を私にすることで、相手の心のテリトリーを守りつつ、柔らかい言い回しができるようになります。こんな感じです。そんな風に言われるとへこむな。こうした方がいいと思うけれど、どうかな。こうしてくれると嬉しいな。
主語を私にしたところで彼らが謝るかどうかは分かりませんが、少なくともあなたを主語にした伝え方より無駄な衝突を避けることができ、心にも響くでしょう。自分の行動を見直すきっかけとなり、態度を改めてくれるかもしれません。3つ目です。優しく諭すように伝える。繊細で傷つきやすい、自分が悪いことは自覚しているけれど非を認めることで失う何かを恐れているような人には、謝りやすい環境を作ってあげることが大切です。謝ることによって責任を負う必要はないこと、責任を取るとしてもそれは些細なものであると伝えましょう。周囲の信頼を失わないためにも早めに謝った方がいいと優しく諭すように伝えるのがポイントです。相手の話に共感しながら、そっと背中を押すような気持ちで伝えることで相手も聞き入れやすく、素直に謝ってくれるでしょう。最後まとめです。意地でも謝らない人の心理は次の3点でした。1、そもそも自分が悪いという自覚がない。2、プライドが非常に高い。3、極端に繊細で傷つきやすい。どのタイプも一筋縄にはいきませんが、この動画をきっかけに彼らへの接し方のヒントが見つかれば嬉しく思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。